こんにちは、リカリコです。はい、今回は8月購入したお気に入り商品を紹介したいと思います。8月はちょっと休んでる期間もあって、動画投稿するのが少なかったので、うん、もう8月終わりかっていう感じなんですけど、そうですね。ネットでいろいろポチっちゃって、うん、お気に入りのものというか8月は購入品が多い気がする。そう、ネット見てた時間が長かったから、うん、こんな商品やるんやっていうので結構買っちゃった。そうじゃあ一つずつ紹介していきたいと思います。こちら韓国マスクって言って、結構さ最近いろんな方がしてるのを見るんですけど、うん、このここの部分が前に出とるから、うん、リップとかがつかへんから、うん、結構しているのを見かけるんですけど、いろんななんか口コミとか見て買ったんですけど、これは9点で買ったんですけど、うん、1枚ずつ梱包されたのめっちゃいいなと思って、うん、なんか持ち運びとかもできやすいし、いいなと思ってんけど、うん、なんと100枚こんな感じで届けましたこれ中を召し上がる伝わる、こういう感じですね。9点でお買い物したのもまず初めてやって、うん、そうだからこういう感じで届くのが普通なのかな、うん、マスクやから多分さ、その売っとるところによってちゃうんちゃうかな、なんかな、うん、でも届くのはすごく早くって、そうね、それはすごく満足です。じゃあ続いてこちら、夜用シートマスクです。これはですね、休んでいる間に買ってみたんですけど、うん、化粧水、乳液、美容液、クリームバッグっていうのが60秒で済むやつで、これずっと気になっとってんけど、でこれはなんで買ったかっていうと、まあ普通にパックとして気になってたっていうのもあるし、しんどかった時期もあったから、うん、60秒で済ませられたらめっちゃいいと思って買って、これだけで本当に済ませてた時もありました。そうやね、いつもやったらクリームとか乳液とか塗ってから寝るけど、うん、リコもこうやってパック60秒あってバッてしてもう寝とったそれでもあの肌荒れしやんかったし、しっとりしたりとか使い心地も良かったのでいいなと思いました。これの朝用マスクとかもあるやんか、うんうんうん、だから朝もバッてして夜もバッてしてしたらもうめちゃくちゃ時短やなと思います。じゃあ続いてが、はい、こちら、これはキールズの美容液なんですけど、うん、これ出して、うん、こうやって顔塗ったらじんわりあったかいんですよ。普通の美容液ってサラってしてるやんか、うん、こってり系の。でもな、こってりっていうかこう塗った時はさ分厚く感じるけど、うん、塗ったらもうサラサラでもう全部入ってくんです、うん、だからなんもベタベタもせんしめちゃくちゃよくって、うん、キールズの美容液って全部いい気がする。そう、美容液あともう一個もう日焼けとか、うん、さやっぱこうビタミンとか取った方がいいと思うので、うん、こういう上からのビタミンとかも入れた方がいいと思います。はい、じゃあ続いてじゃじゃん、サボテン、サボテンちゃん、サボテンに見えるけどディフューザーっていう商品なんですけども、めっちゃいい匂いな、なんかオレンジ、おお、あ、いい匂い、めっちゃいい匂いの、オレンジみたいな香りで、うん、引っ越してきてからあのディフューザーを買ってなかったの、うん、そろそろ欲しいなと思って買ってみました。こういうさ棒みたいなやつもよくあるけど、うん、なんかちょっと変わったのがいいと思って、うん、買ってみた。リコはねこのサボテンのこういうやつ買ったけど、うん、他にもここがあのいろんな形のやつがあったりとかして、いろいろ可愛かった。この下にディフューザーの液みたいなのが入ってる。あ、こっから輸入するの。そう、それでこれが液が伝わってのここや、うん、うまい。そう、多分今徐々に染み渡ってみとる。ああ、そういうこと。あ、色違う。で多分1ヶ月ぐらいでやるかな、匂い消えちゃうけど、へえ、またお気に入りだったら買い出そうかなと思ってます。じゃあ続いてはリカのおすすめを紹介したいんですけど、うん、こちらメラノ CC の美容液なんですけど、うん、このメラノ CC がいいっていうのを前から知ってたんですけど、うん、だけど自分で使ったことはなかったんですよ。買いやすい値段でなんかいいのないかなと思ってこう口コミとか探してた時に、うん、これがやっぱり一番ぐらいに出てくるから、うん、ちょっと一回買ってみようと思って買ったんですよ、うん、そしたらニキビ跡に結構効くっていうのを見て買ったんやけど、めちゃくちゃ良かった。赤みとかが収まっとんのがすごい分かるし、これを塗るのと塗らない日の違いとか、うん、こうその日の赤みとかが結構違ったのですごいいいんちゃうかなと思いました。パックとかもあったので、うんうん、ぜひ使ってみてください。で、あともう一つリカがお気に入りのものが、うん、こちら
じゃん、歯磨き粉なんですけど、アイハーブで購入したんですけど、リカたちさ結構歯が白くて何使ってるの、って聞かれるんですけど、家でできるセルフホワイトニングをマウスピースに液をつけて、で夜寝る時だけそれをやって、朝起きて外して白くなってるっていうのを2週間ぐらいやってて、小学校中学校ぐらいの時あったから、結構今まで時間が経っちゃって、ホワイトニングのサロンとかさ、結構さ最近よく見るやん、光のやつね。そうやけど、なんかさ、それのためになんか3000円とかも出すのちょっともったいないなと思って。確かに、それもめっちゃ調べとったんよ、でいろいろ調べとって、そしたらこの歯磨き粉が出てきて、結構な強い成分が入っとって、これをつけて歯磨きした後、シビルがふにゃふにゃになるんですよ。ほんまにふにゃふにゃなの、そうやって。もう一番初めに使った時はもうほんまにな、唇ふにゃふにゃになって、これマジ大丈夫かなと思って。だけどその後何回か使ったら多分慣れたんか、あんまりしやんくなったけど、朝と夜に使っとるんやけど、なんか若干白くなったかなって感じる。使い続けるんがいいんやろな。そう、効果はまだわからないですけど、続けてみたらいい感じっていうコメントとかも見たので、ちょっと使ってみようかなって思ってます。じゃあ最後、最後がリコ一番いいお買い物をしたなって思うんですけど、ちょっとなんて見せれないので写真でちょっと貼ろうかなと思うんですけど、こちらローヤの、除湿機を買ったんですけど、なんで、6月とか梅雨じゃない時期に買ったのかというと、これもまたあの掃除をしてた時に、カビが家にあるのを見っけて、そう、最近買ったインテリアとかにもカビが発生しだしてて、これはやばいと思って、空気がこもりやすいっていうのがあって、わそれやと思って、あの除湿機を買ったんですけど、もうめっちゃすごくて、水湧き出とんちゃんってぐらい、めっちゃすぐたまんの水、ほんまにこの牢屋の除湿機、家にある人に聞きたいんやけど、めっちゃこれすぐたまんねんの。アディコンのね、見た情報では多分2、3日に1回取り替えるぐらいない。そうやけど、リカたちはですね、夕方の6時ぐらいにスイッチを押して、夜中の12時とか1時とかに、ピー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 って言い出すんですよ。怖くない？え、もうこんなにあのジメジメした空気が家の中にずっとおったんやと思ったら、すっごい怖くって。そう、もう恐怖で、鼻にも悪いし、そう、全部ちょっと気になりだして、そう、もう急に水取り動産とかも買い出してさ、そう、まあ、それを置いてなかったリカたちも悪いけど、もうこの除湿機はもう本当に買ってよ買ったって命の恩恵だよな。本当に。しかもリカたち2つ買ったんですよ。そう、2台買ったの。そう、2つ買って同時に押しても、ビー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 言うんです。怖すぎてもういろんなとこ掃除せなちょっとやばいなって思いました。はい、というわけで8月のお気に入り商品を紹介しました。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。